皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年1月の6日、14時55分、今回はアマゾンさんの、置き配についてですね、その件の、通話記録で、聞いていただいて、今まで何回か、アマゾンのそのカスタマーセンターだとか、そういったところにご連絡して、今までの経緯とお話しして、置き配はやっぱりやめといた方がいいと。その、盗む人とかやっぱりいますから。で、この後の動画で、どのような会話を交わしているか、これは最終的に、Amazon さんの方に許可をもらってと。そういうことで、動画アップロードさせていただいてますんで。請願法による陳情ということで、対応のほどよろしくお願いいたします。あと通話終わった後、最後にまた私から申し上げる動画、用意しておきますので、よろしくお願いいたします。ところに印を入れておけば、その近くにいるときに届けていただけるということでしょうか。もしもよろしければですね、お客様、もしもお客様の今の画面上で、その配送指示のところにですね、お客様が玄関前を置き配の形で指定しましたら、玄関前はダメですね、盗まれる可能性とかがあ、ダメですね。つまり、例えばですね、お客様の要望としては、例えば手渡しの希望でしょうか。はい。それではですね、お客様、実はもしもお客様が今配送指示のところに、今もしもですね、ご覧になれましたら、実はその置き配指定のところにある置き配を利用しないというボタンがございまして、はい、そのボタンの、チェック欄の方ですね、一度チェックしていただいて、この商品の 配達の方法に関しては全部手渡しになりまして、ご心配ございません。ああ、そうですか、わかりました。で、これ支払い方法なんですけども、支払い方法ですね。お支払い方法、Visa 6534、自分の、デビットカードカードですね。入力してるんですけど、これで、あとギフトカードの方の残高が残ってるので、そちらも使用してもらうような形にはなってるんですけども、これで、いいんですかね。もちろんね、ございます。はい、お客様。あとは注文確定。シャル通りです。で、よろしいでしょうか。はい、さようでございます。ご心配ございません。はい。ありがとうございました。お届け予定日16日から22日。これ、メールとかで何時ぐらいに配達に来るとか、来るんでしたっけ？もちろん届けます。そのメールの方はですね、まず注文、今うちお客さんの方で注文確定しましたということで、注文確定のメールが今の、5分以内に届けます。そして、この商品が、発送されましたら、その発送の通知メールをちゃんと届けます。最後にはですね、この商品がお客様のところに、届きましたら、その配達完了のメールも届けます。僕は3つのメールがございまして、はい。わかりました。iPad とスマートフォンの注文で気づいたんですけども、その置き配を使用しないというところが、来ていませんでした。で、以前その太陽光パネル、ソーラーパネルを注文したときに、私の自宅の前に、置き配をされたんだとは思うんですけども、ただそちらから送られてきた映像を見ると、どうやら私の自宅も、じゃないところにどうやら配達してしまっていたみたいで、それは再度郵送していただいたんですけども、そういったこともあるので、どちらかというとアマゾンさんたちの方がその二度手間とかになってしまうので、もともとその置き配しないの形で仕事された方がいいと思いますよ。さようでございますね。お客様、実はですね、その置き配を利用しないと説明しましたんです。でしたら、実は流れなんですけれども、まずはドライバーさんがお客様の届け先のところに、ちょっと商品を持っていただいて、配達ですね、もしもですね、お客様がうちに例えば不在のであれば、実はそのドライバーさんが直接お客様のところに、その不在の説明を求めてるんじゃなくて、上の役員さんの方
もらって、結局その方が、運送業者の方たちにとっても効率いいと思いますよっていうことで、やっぱり運送業の人たちも人間がしてることなんでね、例えば私アリの第1タウンハイツに住んでるんですけども、例えばアリの第2タウンハイツの方に、はい、間違ってそのドアの向きがね違うので、取っ手が、まあ、私のドアだと左側なんですけども、はい、その配達先のところの映像をテープを見るとドア の,、はい、取っ手が右手の方についてるドアのところだったので、はい、あ、多分これ間違えたんだろうなって、はい、やっぱり人間のすることですから、似てるような住所のところとかでやっぱり急いでたらどうしても間違えてしまう時とかあるから、やっぱりその今ご自宅いらっしゃいますかみたいな形で運送業の人たちにお電話してもらった方が、まあ、運送業の人たちも二度手間にならないでしょうし、そのアマゾンさんの方もね、便利を求めすぎて結局不便になったっていうのが私の実感ですね。そのあと運輸業もしてまして、していたことがありまして、田舎の方の住所なんですけども、例えば農家の方で、まあ、例えば坂本さんという方がいらっしゃいますと、で都会みたいに何丁目の何番とかそういう住所じゃなくて3000何百番とかそんな住所なんですよ。でその隣に坂本、その親族のね、坂本何々さんが家建てたりとか、その周り一帯が密集地帯全員10軒ほど坂本さんっていうようなところもあるんですよ。で各番号はね、これ例えば1001番の次に隣が1002番とかだったら分かりやすいんですけども、これ全般バラバラで1019番とか2000何番とか3000何番とかでバラバラで法則性が全然ないんですよ。だからよっぽどその配達員の人の方が、はい、そういったことまでしっかり頭の中入ってる人じゃなかったら正直もう全然わからないですね。だから実はお客様おっしゃる通りなんですけれども、はい、実はですね、このもしもそのような状況であれば、実は配送、またこの商品を注文しましたら、その配送するときに実はお客様の方でも実はある特殊な配送指示というものがございまして、例えばですね、お客様が一度カスタムサービスの方こちらに、連絡していただければその指示が追加ができますので、例えばその、限界も置き配なんですけれども、例えば通路とか どこの その特殊な置き場の指定とかもできますので、じゃあやめた方がいいです。今までなんかニュースに上がってますね、はい、盗まれたとか、だからそういったニュースが何回も流れてるのに、はい、そのアマゾンさんとしての記者の対応の仕方が未だにしっかりとできていない、人の家の前に物を置いていくのがはっきり論外なんですよ。仕事人から、もう事件化してるのに同じことをずっと繰り返す、はい、だからその辺のところで会社としての手こ入れっていうものを求めて、まあ、私は今お話させていただいてるんです、はい、その双方にとって、まあ、良い結果が得られるようにということで、で一つこういった内容をYouTube にアップロードさせていただいてもよろしいでしょうか、この通話記録を。実はですね、お客様、私もお客様が、今の、状況で言ったら、実はですね、やはり、こちらのある関連部署の対応が必要となりまして、もしもよろしければ、はい、まず一度お伺いしたいんですけれども、お客様がアカウントに登録したのを、E メールアドレスの方、もしくは電話番号の方を教えていただけますか。はい、まずは電話番号の方から090、はい、090、はい、はい、3849、3849、はい、5237、5237、はい、はい、困りました。アカウントの方はメールアドレスでよろしいでしょうか。あ、さようでございますね。実はこちらの電話番号の方はですね、確認が取れませんでしたということで、可能であればですね、メールアドレスの方お願いいたします。あわい、まあアルファベットの小文字なんですけど、あわいドット、はい、あわいドット、はい、ケイスケ、あ、ケイスケですね、はい、はい、かしこまりました。で、はい、アットマーク、
アットマーク RAIN RAIN はい BOW BOW はいドットドットプララ、PLALA です PLALA はい、はい、ドッ あとドット R.jp ですドット R.jp ですねはい、はい、かしこまりました OR はいはいはいあ OR ですはいはい、かしこまりましたあの一度復唱いたします、まずはあのアメリカの A、和歌山の W、アメリカの A、イタリアの I、ドット、京都の K、イングリッシュの E、イタリアの I、あのスペインの S、イタリアの I、京都の K、イングリッシュの E、アットマーク、ローマの R、アメリカの A。ちょっと待ってくださいね。あのはい、お願いいたします。はい、K-E-I-S-U K-E-I-S U で、U で、ちょっと、そこちょっと違ってましたよね。はい。赤字をもらいました。お客さん、恐れ入れます。あ、いえいえ。ができました。はい、あと、K、K、その次、K、その次、K-E です。K-E ですね。はい。はい、確認できました。お客様。こちらのアカウント特定ができまして、あの続きましては、実はあの、自己承認が必要となりまして、今すぐ行いいたします。まずこちらよりお客様のこちらのメールアドレスの方、その確認の確認用のそのメールが送りいたしました。まず確認の方お願いいたします。はい、ちょっとお待ちください。はい、まず確認の方お願いいたします。はい、お願いいたします。開きましたね。これはご注文の方で、その次のアカウント確認リクエストですね。はい、来ました。アカウント確認リクエスト。あ、承知いたしました。そのメールの形で届けましたんですね。はい。あの、それではですね、もしもよろしければ、一度そのメールを開いていただいて、そちらの中にですね、ある承認または否認してくださいという文章がございまして、その文章を一度タップしていただければよろしくお願いいたします。ごめんなさいね、あの Amazon のところをちょっと今タップしたら、あの買い物するところの画面に変わっちゃったので、アカウント確認です。あ、承認または否認のところです。あ、ありました、ありました。さようでございますけれども、はい。タッチしました。はい、あ、ご協力ありがとうございました。あの、次、承認のですね。承認のボタン、はい、さようでございます。その承認ボタンをタップしていただいてお願いいたします。はい、アカウント確認リクエストが承認されましたということになってます。はい、かしこまりました。ご協力ありがとうございました。最後には、お客様がアカウントに登録したの名前の方、一度フルネームで教えていただけますか。淡井圭介です。はい、かしこまりました。ご協力ありがとうございました。確認できました。今回、まずはですね、お客様の問い合わせ内容なんですけれども、思う的な内容としては、まずこの商品を注文すると、注文したら、特にその配達、置き配と、その配達方法に関しての、質問でございますね。そうですね。まあ、その辺のところ、昔もそれ、ニュースになってたんですよ。で、その昔、日本って、かけ放題のその定額のプランがなかったじゃないですか。今だってそんなに値段のかからないかけ放題の一つの値段がありますから、まあ、それでそのドライバーさんとかと、負担も、今はほぼない状態ですから、だからもともとそういうふうなところがあって、その仕事の効率化を求めすぎて、あと、ドライバーさんとかの、多分自分の携帯とか使って、まあ、
屋号みたいな形で働かれてる人たちが、はい、結局しわ寄せいくような形だったから、はい、置き配みたいなものが発生したんじゃないかって思うんですね。まあそこはまあアマゾンさんのようじゃないとちょっとわからない部分であると思うんですけども、はい、それで何回も商品回収しに行ったりとかあって、まあ以前もねこの話まあお電話、兄さんのお名前は前もお電話かけたことがあったんで、覚えてるんですけども、はい、ところで、これ、はい、あと iPad とかそのスマートフォンでその置き配を指定しないっていう欄がなかったんですね。はい、でこれが私のスマートフォンがどれでもですね、はい、第三世代ぐらいのもので、その多分作ってるその画面とかのところが、はい、そういう欄が昔のタイプのもので抜けているのかどうかとか、まあ、その辺のところもアマゾンさんじゃないとわからないと思うんですけど、欄がなかったんですよ、置き配を指定しないっていう、iPad の方も。そうでございますか。だから、そのような状況であれば、まずはですね、お客さんのスマートフォンの中に、Amazon のアプリをお持ちでしょうか。一時期はあったんですけども、それ、英語バージョンとかに変わったりしてましたので、いつの間にか。で、それで、またゴミ箱に捨てたりとかでした。これね、根本的にその問題の解決の仕方として今リーさんの対応で申し訳ないですけどちょっとご指摘させていただきたいんですが、Amazon のアプリがありますかとか、はい、そういうことどうでもいいんですよ。もうお客様に対して、その普通にインターネットのところからアクセスして購入できる画面がある以上、そちらもご質問できます。はい、はい、お客様恐れ入ります。お先にどうぞ。その画面に置き配を指定しないとかそういったものがまず必要なのであって、今までその盗まれただろう何だろうっていう事件が多数発生している以上を置き配というものを作っちゃダメなんですよ、アマゾンさんとしては。わかります。お客様の徐々に出資しておりましたんですけれども、実はアマゾンで商品を購入するときに、その置き配に関して、限界前置き配は初期設定となりまして、それがね、もしもお客様がやる。兄さん、はい、会社がこれ大きくなりすぎ、ても起きる現象なんですけど、私もいろんなところで、大きな会社とかでも働いてきたことがあるんですけども、まあ、弁護士さんなしでもう裁判、買ったこともあります。で、そういう識人 の, 物事の観点からして、まあ、実際働いた経験からしてやっぱり会社が大きくなれば大きくなるほど役員さんの方は末端の方の動きっていうのは分からない、把握はできないんですよ、数が多すぎて。で、どこに問題点があるかっていうところを下の方から上の方の役員さんまで上げてあげなかったら、その対応はね、何をどう対応したらいいのかっていうところはまず分からなくなる。で、どうしてもそうなるんですよ、どこの会社も。で、はい、そういう上にその役員さんまで話が上がるようなその、はい、部署っていうのはありますか。承知いたしました。もちろんでございます。それではですね、もしもお客様がよろしければ、実はある専用のその、Amazon からのその専用のメールが、メールアドレスがですねございまして、もしもよろしければ、こちらより口頭で申し上げます。D さん、もう申し訳ないですけど、ちょっともう言葉崩しながらもうストレートに言わせていただきます。 Amazon さん仕事の仕方分かっていませんよ。会社法があるんだから会社の責任なんだが、あなたたちが責任持たなきゃなんないんです。お客様の方に責任回すようなこと言っちゃダメなんです。その時点であなたたち間違えてるんですよ。分かります。法律遵守できてますかっていうことなんですよ。でしょ。だからその辺のところで、はい、違う、もう人間が対応しなかったら無理だから、メールとか送っても今度管理する方がたくさん話が上がってきたら、もうメールはね、極端な話一月いない線も上がってきたら、それ対応する人間が対応できるかってこれ無理なんですよ。だから窓口に聞いてる人間が、あ、この話重要だなって思った人
思った判断で上の方に話を上げていって、役員さんの方までこの話重要ですっていうことで上げなきゃならない。だからこういうことなんですよ。それできてますかっていうことなんですよ。だから、これがね、これが今の、アマゾンさんだけじゃなくて、もういろんなところの IT 関係のところで、これはもう多数発生しています。その、例えば人材派遣会社の仕事とかで、IT 関係でね、パソコン上で登録して、雇用契約書とかそういったものも送ってこないで、でそのまま仕事場で働かせて、で記録は何にもなくて、まともなね。だからそういうふうな、ところで本当は書類を送ってあげなきゃならないんですよ。いついつ何時から何時まで働いただとか詳細で、それしなかったら後から労働問題とか発生した時に記録はないわけじゃないですか。だから便利を求めて結局重要なことが今できてなくなってしまってるんですよ。でも手に負えない社会になってしまってる。これが今の社会の大きな問題点の一つですね。で、まあ、一応その辺のところは、ね、もちろんアマゾンさんの責任じゃありませんから、その社会全体でその IT に関してどう運用していかなければならないかっていうところの答えを私は提示してるんですよ。でそれを役員さんの人たちに話を上げてほしいのと、今私が今から言うことは即座にイエスかノーかで答えてほしいんです。今この会話の通話記録、私の方の YouTube で、公開しても構いませんよね。その方が可能であればです、ね、はい、どうぞ。イエスかノーかだけで答えてください。 D さんとしての対応でいいです。で私は D さんをかばいます。アマゾンさん その役員さんとかね、その D さんがね、仮にこの通話記録を開示してもいいと言って、それで会社の人たちが D さんに対して不利益を被るようなことはしはならないっていうことは私の方でしっかりと申し上げておきます。法的にそれできますから。そのような状況でしたらですね、私が一度関連部署にちょっと確認する必要がございまして、はい、もよろしければ、はい、電話を切らずに2、3分ほど少々お待ちください。はい、できれば今喋った内容保存できますか、記録。実はこちらのアマゾンの方ではですね、自動的に全部の通話を録音されて、それ聞いてもらった方が分かりやすいですね。で、それで対応しなかったら、結局、アマゾンさんで注文した人が、やっぱり物を盗まれたりしたら、もう家具嫌になるでしょう。だからそういうようなことが、今まで実際にニュースで何回も流れていると。っていうことは、やっぱり、どう考えても家の前に物を置いてたら、まあ、盗まれてしまっている人たちがたくさん発生していると。だからそういう人たち、そういうことを経験されたら、もう家具嫌になっちゃうじゃないですか。だからそれはアマゾンさんにとってマイナスの部分でありますし、そこはもう変えていった方がいいですよ。そう、おっしゃる通りなんですけれども、やはりこちらの今の状況でしたら、こちらの私の部署よりその対応のスキルがございませんということで、その関連部署の対応が必要となりまして、ですので一度その関連部署に連絡いたしますので、はい、電話を切らずに2、3分ほど少々お待ちください。はい、
たいたしました。今回の対応としてこちらのある関連部署の対応が必要となりまして、今すぐおつなぎいたします。はい、電話を切らずに2分ほど少々お待ちください。はい、お客様。はい。あ、電話変わりました。私、アマゾンカスタマーサービスのコウと申します。よろしくお願いいたします。はい。コウさん、はい。ですね。ハーフでございます。よろしくお願いします。お願いいたします。そうですね。よろしくお願いします。お兄さんからどういうふうに事情はお伺いされましたでしょうか。そうですね、置き配についての、設定方法、あと不便についてと、対応サイド録音が必要と伺っておりましたが、それで間違いないでしょうか。録音が必要ということじゃなくて、私が今会話している内容を YouTube にアップロードしてもよろしいですかと D さんに聞いて、 D さんは専門部署にありますので、そちらの方に電話をおつなぎしますと。だから、まあ、私の方もそのリーさんの立場は分かりますので、先ほど、ね、その、まあ、すぐに代わっていただいたから、あんまりその多くのことをリーさんからお伺いしないとは思うんですけども、実は以前私アマゾンさんから太陽光パネルポータブルのものを購入させていただきまして、でそのちゃんとね、玄関前まで玄関インターホンを押して、まあ、押すか名前呼んで、まあ自宅にいるときに、まあ、届けてくれるものだと思ってたんですよ。で、置き配とかの意味がよくわからなくて、で、それで、結局配達員さんの方がどうやら私の家の前じゃないところに配達してしまって、で、まあ、ご飯されたということでございます、まあ、それはね、Amazon さんの方がちゃんと対応していただいて、もう一度郵送しますということで、ちゃんと手元には届いてるんですよ。だそれはいいとして、ただテレビのニュースとかも見ていてね、家の前の置き配を選んでしまったがゆえに物が盗まれたとか、そういったことは今まで結構ニュースで上がってきてる。で、iPad の方とスマートフォンで注文しようとしたときに、置き配を指定しない、はい、しないという欄が、なかったんですね。で、そもそものところ、今までのことを、事件化が、起きてしまっている以上を、Amazon さんとしての対応の仕方としては、置き配というものを行から消さなければならない。その方が Amazon さんにとっても、はい、運送業者の方たちにとっても負担にならない。
ていうのは、お客様の方が結局、せっかく注文したのに物盗まれてしまったと、それを経験したらやっぱりアマゾンさんで購入するのやめとこうかとか、こういうふうになっちゃうじゃないですか、結局のところね。そうですね。だから、これね、もともと、今まで日本の携帯電話のそのかけ放題のプランがどうだったかっていうと、定額のプランがあったとしても、一定のその通話時間を超えたら、まだお金は発生しますよとか、それが昔のプランで、菅政権の頃に、かけ放題、いくらかけても通話料は一月これだけですっていう形に変わったんですよ。だからそうすることによって、郵送業の人たちの末端の人たちがどういう方たちがいらっしゃるかって言ったら、ヤオーとかで働かれてる人たちがいて、例えば自分の携帯電話で電話をして、お客様家にいるかどうか聞くと。だから昔の場合だったら、その末端の従業員の人たちに、郵送業の人たちがその通話料を負担しなければならなかったと。だからこういうようなことがあったから、その置き配みたいなものももしかしたら発生したのかもしれない。だからその辺のところは私の方ではわからないんですけども、ただその方法としては、改めた方がいいですと、この話をそのアマゾンの役員さんまで、コウさんの方で話を上げれますかと、こういうことなんですよ。そうじゃなかったら、役員さんのところまで話いかなかったら無理でしょう、変えるの。そうですね。でしょ、やっぱりどこの世の中もそう で、はい、で今 IT 関係で起きてることが、その、ね、パソコンの方から今注文したら置き配をしないの欄はちゃんとあるんですけども、スマートフォンとか iPad の方置き配を指定しないっていうのはないんですよ。だからこれ、でこれね、あと他にも、これ、スーパーマーケットのところで、窃盗犯、私の方が捕まえたことあるんですけども、私は弁護士なしでも裁判買ったことがあって、大手企業とかでも働いていたことがあるものなんですけども、そのテレビのニュースとかでも、窃盗犯の件数とか、たまに、警察24時とか、いうふうなところで放送されてますけども、やっぱりそこそこ窃盗犯っているんですよ。で、やっぱり家の前の置き配っていうものは、やっぱり、今までその盗まれた人たちもある程度の数発生してしまっていると。だそれ考えたら、もうやっぱりもうそれやめた方がいいですよ。で、今だったらその郵送業の人たちの方が、一方電話かけた方が、僕その運輸業みたいなこともしてたことあるんですよ。そういう仕事もホテルマンとかいろんな仕事はしてたんですけども、実際お客様に電話かけて、あ、いえ、そんな時間帯いますよって言ってもらった方が、これ配達しやすいんですよ。そうですね、確かですね。だから、その私の方でその YouTube にこの会話をアップロードさせてほしいって言ってるのは、その手法であれば私としては国会議員の人たちとかにも詳細を開示できるし、Amazon さんの上層部まで声を届けることが多分できると思うんですね。っていうのは、経団連とか、世界中の政府上層部で私のことを知ってる人たちはたくさんいらっしゃいますので、その人たちからの経由で、あとは行政としてもやっぱり置き配は問題あるとして、扱うと思うんですね。で、あとは、Amazon さんとしても、お客様としてもその良い状態を形成しようと思ったら、やっぱりその置き配っていう業を消すっていうことが、一番良いと、こういうような形になってくると、ちょっと教えていただきありがとうございます。もちろんご基準意見にも、ちゃんと他の部署の方に伝えさせていただきますが、やはりですね、最初置き配できたの、についてはやはり、配達やすいとか、あとはですね、そのコロナウイルスに関しても、やはりお客様と、あとドライバーの安全に関しても、そのために、作ったの置き配の状況なので、現在ですね、置き配なしにお客様を主張しておりましたが、そこまでにはですね、やはりこちらに他のプロに伝えることなので、できるかどうかはですね、やはり、他の部署になりますが、あとですね、お客様がおっしゃったのは、もう一つ、その、対応の録音に関して、その、YouTube の方に、あげるということなので、それに関しては、今、私より、担当部署の方に、相談させていただけますが、このままで電話切らずに、参考分程度でお待ちいただけますでしょうか。わかりました。先ほど、動画の要領がいっぱい見ましたので、一旦、再スタートということです。
再度録画して動画つなげておきます。待ってください、これ画面がどうなってるのか、こうかな、そうそう、ここ、ごめん、ちょっとでお待ちいただけますでしょうか。あ、わかりました。あの、先ほどもね、あのリーさんから、まあ、そちらの部署に担当の部署が担当してはっていうことでつながってるんですけども、あの、これ正式にね、会社内でそういう部署をはっきりと、あの、通知されてます。あの、いや、これね、僕も大きな会社ヒルトンとかいろんなところで働いていたんですけど、シャープエンジニアリングと か, だからそういうところ、やっぱこれもどうしても僕もしょうがないと思うんですけども、大きな会社であればあるほど正直幅広がりすぎて全部が全部把握できないでしょう、みんな。そうですね、そうそう、ただこれは現実的なところだから、だから、あの、まあ、できればその辺のところもね、役員さんの人たちがちゃんと通達して、まあまあ、そういうことだったら、もうここにっていうところをちゃんと決めといてあげなかったら、みんなでたらい回しになっちゃうから、まあまあ、その辺のところも上げていただけるとというところですね。まあまあ、次のおつなぎお願いいたします。ことではなく、このままで私より一回その上席の方と確認しますので、ではこのまま切らずにお待ちいただければ問題ないでございますが、はいはい、もうあの、それをそれをつなぐっていうです、ね、日本語でごめんなさい、あの、正直言ってしまいますけど、まあ、あの、中国系の方で頑張って日本語を覚えて日本で頑張ろうと思ってこう仕事されてると思うんですけども、あの、まあまあ、あの、つなぐという意味で合ってます。どうぞつないでください。はい、では、では、そういう言葉がありますので、はい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 、お願いします。私ですぐ、はい、確認します。はい、はい、どうぞ。再生終わったので、再生終わったのかな、終わってない、途中で止まってるのかな、大変ですね。あ、まだですね。
願いします。はい。先ほどですね、幸運について隠したところ、現状の他の部署よりは問題ないと、返事がありましたので。あ、そうですか。ありがとうございます。そしたらアップロードさせていただきますね。まあなんとか頑張って、お互いのために役員さんまで声が届く。はい、本当にアマゾンにも、はい、はい、頑張って。今後にも良くなるためにね。はい。そうですね。ありがとうございます。はい、どうもお手数をおかけいたしました。以上です。じゃあまた。はい、本日9月だとしました。またよろしくお願いします。はい、失礼します。では変わりましたので、一旦ここで終了します。先ほどまで の通話記録を見ていただいて、ご理解していただけたかと思うんですけども、YouTube にアップロードしようと思ったその理由っていうものは、まあ、会話内容でも述べてた通り、その役員さんまで、Amazon の役員さんまで声を届けることが普通なかなかできない。では私の場合だったら、まあ、国会議員の方たちやマスコミの人たち通して、話を、まあ、国会議員の方たちや、Amazon の経営者の方たち、まあ、経団連の方たちももしかしたら見てくれてるかもしれません。まあ、そういったところから話届けてもらって、まあ、これ行政からでも普通にできるはずです。どう考えてもテレビのニュースでも置き配をしていて商品盗まれたっていうケースは多数あるんですよ。で、それなのに Amazon という企業が置き配を選択している時点でね、仕事の仕方がしっかりまだできてないっていう判定しか下せないんです、本当に。で、もちろんこれ、まあ、電話に出ていただいた D さんとか、Kさんとかは、まあ、あくまでも一般的な従業員であって、でその業務の内容を変更できるほどの、立場のものではないと、まあ、こういったところで、あと、まあ、特に今回聞いてなかったんですけども、もしかしたら、まあ、人材派遣会社の人かなとかいろいろ考えたんですけども、まあ、そういった部分もあるのかもしれないです。で、まあ、どうしても受け答えがね、仕事の仕方としてマニュアルっていうものを極端に意識していってで、お仕事されて、まあ、真面目な方なんだとは思うんですけども、だから会社の教育の仕方として、例えば、僕のメールの、アワイのところとかも、アメリカの A とか、一文字一文字で、ああいうふうに言わなくても、多分マニュアルでそう言われてるから、こういうふうに言いなさいで、そうさせられてると思うんですけども、普通に自分で考えたらわかるじゃないですか。ローマ字の小文字でよろしかったですか ?A、W、A, I とか。まあ、こういう言い方で十分わかると思うんですね。で、あと、置き配の、置き配をしないっていうその欄に関して、これ、パソコンしか表記されてないんですよ。私のケースの場合。iPad とスマートフォンでは、まあ、スマートフォンが、まあ、3G のもので、iPad は 5G なんですけども、まあ、これを第3世代、第5世代と置き換えていいのかどうか、ちょっと僕もあんまり詳しくないんで、まあ、ちょっとその辺のところはよくわからないんですけども、その置き配を、しないっていう欄がないんですよ、そもそも。だから、これ、普通にスマートフォンとか iPad で購入しようとしてるとき、どうしても置き配になってしまうでしょ。じゃあ、盗まれたときどうするんですかの話になるから、Amazon さんとしても、以前ね、私が太陽光パネルを購入したときに、私の自宅の前にどうやら届けてなかったみたいで、別の場所に届けてたみたいで。まあ、それは会話してた内容聞いていただいたらわかると思うんですけども、ドアノブがね、私の家は向かって左手にあるんですけども、そのここに、配達しましたの画像を見ると、右手の方にドアノブがあったんで、だから、まあ、
別の、まあ、この辺で言うと、アリの第一タウンハイツなのか、アリの第二タウンハイツなのか、その号室を間違えたのか、アリの第二の方に持って行ってしまったのか、両方ともアリの仲間地にありますんで、まあ、そういうふうなところ、まあ、人間のすることですからね、そのずっと、365日、毎日全く何も失敗しないで生きてる人いるかって言いませんので、プライベートの時間帯含めて、まあ、何らかしら、こう、何かしら、こう、ちょっとした間違いとかはもう皆さんあるものですから、特に急いでる時とか、だから、そういうことも踏まえて電話かけてもらってね、何時何分に配達もうすぐ行きますけどもいらっしゃいますかぐらいは、運送業の人たちもその方が結局最終的には効率よくなると思います。お客さんが家にいらっしゃらないっていう時のケースが一番面倒だったから置き配っていうものを考えてしまって、で、窃盗犯にっていうその順序。まあ、僕もこの自宅の近辺で窃盗犯捕まえたことあるんですけども、まあ、刑事訴訟法でいうことで一般人の逮捕権あるんです。で、あとは警察官への引き渡しということになるんですけども、まあ、そのテレビで言うと警察24時とか、ああいうふうな番組があると思うんですけども、ああいうふうな番組でね、まあ、ご老人の方も含めて、窃盗犯って結構年間いらっしゃるじゃないですか。だからそれは世の中の現実なのであって、大企業であるアマゾンさんが、その窃盗犯に優位になるようなね、置き配っていうものの仕事の仕方をしてるっていうところが、まあ、非常に、残念であると。そのアマゾンさんにとっても、損失が自分たちで増えてしまうじゃないですか。普通にね、何人いらっしゃいますかって、こう、運送会社の人たちも、昔携帯電話は固定の、かけ放題じゃなかったんですよ。ある一定の通話時間を超えたら、さらにお金払ってくださいの世界で、例えば昔の携帯電話でね、一月で通話料金がね、1万円突破することもあったんですよ。しょっちゅう家帰ってきてから、こう、友達と電話とかしてたら、昔はそういう時代だったんですよ。一応かけ放題とかあるんですけども、一月、まあ、それも高いですよ。通話料金、一月8000円でかけ放題とかなんですけども、だけども、それはある一定の時間の枠があるんですよ。それを超えたら、さらに加算してお金払わなきゃならないっていう形。だけども、今の時代は、低価格で、かけ放題のプランが組めますから、だから、昔何があったかって言ったら、多分それも、いちいち電話かけること自体が、まあ、結局、時間的にも、通話料金的にもっていうことになってたと思うんですよ。その、屋号とかで、その、運輸業をされてる配達員の方たちとかいらっしゃってたんじゃないですか。会社の携帯電話を持たせてもらわないで。例えば、配送、1個配送したら170円だとか、そういうふうな、歩合とか出来高とか、そういうふうな形で、仕事をしていた方たちとかは、自分の携帯電話を使わざるを得なかった。で、自分の携帯電話を使ってしまうと、いち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 一件一件毎日電話をかけていたら、通話料金がものすごくかかった。まあ、もしかしたら、会社から携帯電話を持たせてもらっていたかもしれません。だけども、まあ、昔の契約方法だったら、今度、まあ、その運輸会社自体がね、もう従業員一人一人全員が、全員のお客様に対して電話をかけていたら、通話料金だけですごいことになってしまうと。だから、こういうふうな置き配っていうような形になったのかもしれません。だけども、まあ、そこは今の時代っていうことをしっかりと考慮していただいて、これずっと数年前にも言ってるんですよ。で、結局、その話がアマゾンさんの役員さんのところにちゃんと話が行ってるのかどうか、これはもうアメリカ政府としてしっかり対応してください。別のどこの国でもこんな仕事の仕方しちゃダメよって。盗む人いるからって。なぜ窃盗犯の方が優位になるようなルール作ってんのと。お客様が困ってるし、アマゾンさんに対しても、これ、逆に損失出ますよと。そういうことをしっかりと教えていただいて、で、置き配はなし。ちゃんと運輸業の人たちが届ける日の時間帯、基本的にはメールで来るんですけども、家行く前とかにね、一本電話かけるとか、あまり時間変わらないんですよ。僕はシャープエンジニアリングという家電の修理の仕事もしていたことがあるんですけども、一軒一軒、次の家行くときに、一応家電話かけるんですね。で、何時から何時になりそうなんですけども、ご在宅でしょうかと。こういう予定で、そちらも聞いてると思うんですが、ということで。まあ、大抵の方は、ほぼ家にいらっしゃいます。で、まあ、
あとは運送業の方たちの、そのまあまあ、精神的なというか、こう、そういうことでね、あんまりイライラしない方法として、まあ、ほとんどのお客様は家にいると実際。で、まあ、たまに、いらっしゃらない人とかいますけども、まあまあ、その人にもその人に何か事情があって、急にどっかから電話かかってきて、急にこうすぐに対応しなきゃならないことがどうしても発生してしまったとか、まあ、そういうことはたまにやっぱり発生すると思いますんでね、まあ、その時はもうその時でしょうがないかで、じゃあ次の家先行っとこうかと、まあ、そういうふうな形で、まあ、対応してもらったらいいんじゃないかなと思います。まあ、あんまり仕事でストレス抱えても良くないんでね、ということです。なまあ型式ですね、最後、僕から、そのアマゾンさん、いや、あとはこれ、他の IT 関係の仕事にも、応用できることだと思うんですけども、結局、その購入するときにね、パソコンの、購入画面と、スマートフォンと iPad で結局違うっていうことになってくるじゃないですか。その置き配のところ、運動のところの内容を見るとね、パソコンの方がしっかりした内容になってます。複数の内容があって。だけども、いや、今、何が言いたいかって言ったら、いや、パソコンの方はちゃんとそれなくしましたけども、今度スマートフォンとか iPad の方でその欄が残っていましたとか。だからこれが、3G の頃とスマートフォンでもね、4G の頃とこれ画面違うとか、もしかしたらあり得るかもしれない。その時の内容に合わせて、その、まあ、買っていただく先の、まあ、ホームページって言ったらいいんですかね、もともとはそういう言い方だと思うんですけども、まあ、この私の考え方でいくと、ホームページにアクセスして、Amazon さんのホームページにアクセスして、まあ、買ってるみたいな、まあ、言い方として、まあ、考え方として、まあ、まあそういうふうな表現の仕方を今してるんですけども、だから、ホームページをね、その買う欄を複数いろんな機種に合わせて作ってしまうと、その、あ、このタイプのもの、編集するのを忘れていたと。まあ、こういうことが起きてしまう可能性があると思いますんで、あと、これね、あんまりその時代の変化とともに、例えば iPhone、例えば7とか8とか9とか10とか、もう次々出てきたじゃないですか。で、そうなってきたとき、もう僕もどうなってるか分かんないんですよ。これ正直ね、皆さん自分でそのものを扱ってみた人じゃないと、分からないと思うんですよ、どうなってるのか。で、画面のところがね、そのタイプに合わせて、その、各事業をされてる他の IT 関係の、そういうふうな、インターネットの、販売とかされてる方たちも、あんまり複数作ってしまうと、後で、何がどうなってるのか、わけわかんなくなると思いますんで、まあ、その辺のところ、できるだけ従来のものを使用して、それ一つを編集すれば、他の部分も全て編集が効くと、まあ、こういうふうな形にしといた方がいいと思います。以上です。皆さんご対応、ご協力のほどよろしくお願いいたします。まあ、日本の政府としても、ご対応のほど、よろしくお願いいたします。以上です。まあ、経団連とか、まあ、マスコミの人たちとかでも、まあ、そういうふうな形で、まあ、報道関係の人たちは、今言った内容、まあ、頭の中に、まあ、片隅に置いておくとか、まあ、今後、IT 関係、まあ、昔から増えっぱなしですけれども、こういうふうなところ、ずっとほったらかしになっているのがこの世の中の現状ですんで、まあ、しっかりと改善できているかどうかをチェックして、その内容をテレビで報道すると。まあ、そういうふうな形でご対応のほどよろしくお願いいたします。以上です。